美男の皆さんです。美男はるばる高知県の西部土佐清水市からご登場いただきました美男の皆さんです。さあこんにちは。こんにちは。清水も今日観光開きしたんですよね。はい、はい、じゃあここでせっかくですんで土佐清水の PR を簡単に。はい、どんなとこがいいとこですか。はい、清水は魚がとっても美味しくて、今ソーダ節でソーダ節ロードといってソーダ節のラーメンとかいろいろソーダ節を使った料理をいろんなお店でやってますので、皆さん来られたらいろんなお店をはしごして食べてみてください。はいね、もう魚が美味しいのはね高知はもう有名ですけれども、土佐清水の魚もこじゃんとうまいよということで、ぜひですね観光シーズンになりましたらね、ここからだと車で3時間ぐらいですね、西の方に行っていただきますと本当に風光明媚な土佐清水市に到着しますので、そちらも合わせてお楽しみいただきましょう。さあそれでは楽しく激しく艶やかに美男でございます。それでは参ります。チーム美男、笑顔と情熱で踊ります。構え、はっ、いいよ。
ました。ありがとうございました。土佐清水市からお越しいただきましたのはチームイランの皆さんでした。ありがとうございました。ね、先ほどの歌の中にもありましたが、土佐清水といえば釣り岬の椿も有名でございましてね、毎年綺麗に咲き誇っておりますが、その椿の花に負けないほどの艶やかな舞を披露いただきました。迫力もありましたね。チームイランの皆さんでございました。